はい、どうも皆さん、グビンです。そうですね、料理チャンネルである我がチャンネルのジレンマといいますか、どうしてもですね、食べ物がね残ってしまうといいますか、はい、普段の生活ではあまり使わないものを買ってしまったりとかするわけですよ。なんでね、完全にやってしまいました。こちらなんですけど、はい、ご覧の通り、あのパサパサになったパセリですね。いや、パセリ農家さんに申し訳立たないなとちょっと思ってるんですけどね、ここまでねパサパサになってしまったら、もうちょっとドライフラワーみたいな感じでこう飾ってしまおうかなと思ったんですけど、やっぱりね何かしらの方法で消費した方がいいんじゃないかと、まあいうことでですね、今回、決してパセリを無駄にしないチャンネルということで、これをあのタバコのように吸ってみたらどうなるのかということで吸っていこうかなと思います。じゃあですね、早速パセリ吸っていきます。おい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 、はい、意外と登場する回数が多いですね。ダイソーで買ったチョッパーですね。チョッパーでやってたら、なんかめっちゃ気づいてるめちゃくちゃ気づいてる。これ設計に不備あるんじゃないですか。めちゃくちゃ気づいてるやん、当たるやん、よく見たら。あら、もしかしたらプラスチック片も一緒に食べてる可能性がありますね。じゃあ、これをまず入る感じに適当に切っていきましょう。意外と使う回数多いですね、チョッパー。今度はダイソーじゃなくて、正規品みたいな感じのやつを買おうかな。では、いきます。もうちょいかな。あ、いいんじゃないですか。はい、乾燥したパセリが、まあまあまあちょっとねアラも目立ちますけど大丈夫でしょう。よし、はい、ではですね、タバコを通して吸っていくためにですね、いわゆる水タバコをですね、まあボングと言われるものを作っていこうかと思います。はい、某有名コーラのボトルですね。で、ストロー。これも どこのご家庭にもあるものですね。はい、はい、こちら、プラスドライバーですね。使っていきましょう。で、ガスコンロです。で、まずプラスドライバーをこのガスコンロで温めていきます。よし、ちょっとこんな温度高くなってもいいような気がする。だいたいここら辺狙って穴開けたいところですね。あんまり上すぎるとちょっとね具合悪いんですよ。はっ、臭っ、なんか臭い。もうちょっと穴広げていきます。ストローが通るぐらいの穴を開けます。こちらですね、火を使う作業となっておりますので、お子様はですね、必ずご両親と一緒に作業を行うようにしてください。 OK、 ちょっと穴は小さかったので開け直してきました。はい、こちらですね、このように刺します。で、ちょうどいいところでここで、まあだいたいこんなもんかな。長すぎたらねちょっと不安定になると思いますんで、もうここら辺ねチョキンと切ります。はい、このような状態になると思います。ここでですね、まあちょっとこれはねない過程もあると思いますけど、グルーガンですね。はい、事前に温めておいたグルーガンでここを止めていきます。まあダイソーとかにも
売ってますんで、あの皆さんパセリするときはですね、こちらの、グルガンすごく重宝しますんでね、買っといていただければなと思って、そんな高いものではないんで、頻繁にパセリする方はですね、買っといた方がいいと思いますね。水タバコとですね、まあ、いわゆるボングとですね、紙タバコは何が違うのかと言いますとですね、やはりあの煙の、マイルドさが、全然違ってくるんですね。はい、で、このように固まるのを待ちます。でこの間、まだ後で使いますので、グルガン温めておきましょう。今日はですね、手際がいいですね実は一回事前に作ってあるんで、手際がいいんですね。いつもと比べて、いつもはガチであのレシピ見てないパターンがほとんどですので。はい、今度ここでアルミホイルが登場しますですね。お箸を1本用意しましょう。ね、ちょうどね、このストローにね、こうアルミホイルをかぶせたいです。まあね、私もちょっとこれ自信ないですけどね、普段やってるわけじゃないので、ここはですね、あの煙が通る道となりますんで、あと、あまりにもね、これが短すぎると今度あのストローが溶けますんで、ね、できるだけ長くするようにしてください。こんな感じでね、いわゆる膝らという部分を作ります。まあ、C 社とか座れる方ならわかるんじゃないでしょうかね。うん、でここ、箸の頭がありますんで、これであの空気が通ることになりますね。しっかり止めていきましょう。こうなりますから、もうちょっと角度が欲しいですね。ここはこだわっていきたいところです。 OK。 はい、でこれを、このままここにはめます。よしでですね、ここ、やっぱりスーってなったら空気が漏れてほしくないんで、ここを止めていきます。で再び登場のグルーガンさんですね、ここがまあ、おそらくこれは使い捨てになりますので、そんなにね、きれいに作る必要もありませんので。はい。まあ、とりあえず、形としては完成でございます。ではですね、早速、あ、固まってない。あ、はい。じゃあ、ここで、一回ちゃんと空気が漏れずにですね、ちゃんとここを通るかどうかっていうのを確認していきましょう。水はですね、そんなに多く入れる必要はございません。ここから、煙が入ってきてですね、ここに煙が一旦溜まって、で吸い口から出てくるという仕組みでございます。で、一回吸ってみましょう。あ、いけそうですね。はい。じゃあですね、ここで先ほど刻んだパセリを、よし、入れていきましょう。無駄にしちゃいけないので、無駄にしたら意味がなくなりますよね。よし、ちなみにパセリの成分とかそんなものは私調べてませんので、実際、どういった害がですね、人体に及ぶかっていうのは、調べておりません。まあ食べられるので、基本的には大丈夫でしょう。はい、じゃあですね、いただきます。パセリ農家さん、今度はパリパリにしないようにちゃんと使い切る料理を考えますので、そのみそぎということもあります。しっかり味わっていきたいと思います。ではいただきます。死ぬわ